しいな。すごいオーラだよ。プリズムのきらめき、これは男子レベルどころじゃないぞ。このきらめき、まるでこの世のものとは思えん。激しく光を放つのだ。できるのは私よ。あなたの使命はすでに終わっている。もうプリズムワールドに帰りなさい。まだよ。私はもっともっとこの世界にきらめきを広めることができる。無理よ。あなたの体もこの世界のプリズムのきらめきももう壊れ始めている。ナイトドリームフェザーは命を削る翼。これ以上ここに居続けているとやがてあなたは消滅してしまうわ。まだ帰れない。
もっともっとプリズムのきらめきがその強さを増すまでは、この世界のきらめきはこの世界のものに委ねなければならない。プリズムワールドのものがこの世界のトップに立ち続けるなど絶対にあってはならないこと。まだこの世界のものには任せられない。私が今帰ればプリズムのきらめきは失われる。それは私に任せて。あなたには任せられない。なぜなら私の方があなたより優れているから。あなたにはもう時間がない。私たちはこの世界に居続けることはできないの。一刻も早くプリズムワールドに帰らなければ、あなたの体は壊れ、この世界のプリズムショーは失われる。私の体は壊れてなどいない。最初に壊れるのは心。心はやがて体を蝕む。私たちの命は永遠よ。決して死ぬことはない。そんなに言うことを聞かせたいなら私にプリズムショーで勝ってみなさい。あなたは私に勝つことはできない。勝つのは私よ。だってあなたは本当の愛を知らないから。世界を移動するたびに記憶を失ってしまう私たちは本当の愛を知ることができない。愛を知らない者が本当のプリズムのきらめきを放つことができるよ。でも私は愛を知っている。私には好きな人がいる。愛している人がいる。私たちはこの世界のものといつまでも一緒にいることはできない。私たちは年を取らない。でも人は多い。やがて死んでゆく。必ず別れが来るの。この愛があれば私は永遠に生き続けることができる。この世界でプリズムのきらめきを永遠に伝え続けることができる。人の心は移ろう。人は平気で嘘をつく。欺く。簡単に信じてはいけないわ。ヒジリは、彼の愛は本物よ。彼はきっと私のことを愛している。本当にそう言えるのかしら。私にはわかる。彼は私のことが好きに決まっている。そう思うのは危険よ。人を愛したこともない者が私に語る資格はない。もう何も話すことはないわ。